皆さんこんにちは、 EAA の高山です。東アジアから新しいリベラルアーツをという理念を掲げる東アジア芸文書院 EAA では、何か新しい余白を作れないかということで、5月13日よりラジオを始めております。本日11月4日水曜日で25回目を迎えております。随分と冷え込んできましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。札幌や旭川では初雪が降ったらしいというニュースを見ましたが、日本語のニュースでもアメリカの大統領選がトップに来たりしていて、いろいろと世間が動いていることを感じる今日この頃です。ル・モンドとかフランスの新聞を見たり、あるいはザ・ガーディアンといった英語誌も読んだりしているんですが、今トランプとそれからオバマ政権の時副大統領だったジョー・バイデン、どっちになるのかっていうのが注目が集まっています。毎回そうですけれども、とりわけ今回は副大統領が誰になるのかも注目が集まっているように思います。それでこれまでこのラジオは週1回水曜日の夕方16時頃に15分アップするということで続けていたのですが、今週から時間を少し短くしまして10分にしたいと思います。理由はとてもシンプルで、どうも最近いろいろと世の中動き始めているということもあって、なんかせわしなくなってきているらしいと、少し短くしましてコンパクトにしていきたいと思います。それからこれを機会にサムネイルを少し変えてみました。違うロゴにしてみました。 EAA のロゴは実はいくつかパターンがありまして、火と水の婚姻、そして大地、それから書院の形っていうのが込められているんですけれども、そんな風に少しコンパクトにしていこうと思います。それはともかくとして、リクエストや質問は引き続き受け付けておりますので、どうかご遠慮なくお送りいただければ幸いです。いつでも歓迎しております。それで、先週10月30日金曜日に、空間座談会という空間についての EA のスタッフがそれぞれ話をしてディスカッションをするという時間がありました。空間っていうと英語ではすぐにスペースという単語が浮かび、自分なんかは誰のものでもない空間の例として、路上の話を、路上に集まる、人々の群れですね、そういう匿名的な人たちの主体の問題と一緒に少しだけお話ししたんですけれども、何人も集まって話して非常に面白かったのは空間の話だったんだけれども、場所についての話というのが非常にたくさん出てきて、つまりプレイスですね。それから2次元3次元次元についての話というのも出てきたことです。いろんな空間がありますけれども、公共空間とか都市空間とか人が集まってくるような集まれるようなスペース、空間について話していると、例えばそれこそ、広場とか家とかそういう具体的な場所プレイスの話になっていく。それから、絵画に描かれる空間の話も出てきまして、他に今回いわゆるバーチャル空間、インターネット上での現実空間のような話が出てきた時に、3次元の身体による空間把握っていうのがどうやってなされるんだろうかみたいな問いにもつながっていったように思いました。あとはハーバーマスの公共圏パブリックスフィアの議論と、アンリル・フェーブルの都市論の2つが、共通の重要な軸になるのかなという印象を受けた次第です。最後東アジアについて話していた時に広角機動隊だったりアジア表彰の話が出てきたところで自分は抜けてしまったんですけれども、もうすぐ報告書が上がると思いますので、どうぞ第2弾にもご期待をください。でそれ以来自分はずっと考えてるんですけれども、空気ってバーチャルになるのかなっていう、バーチャルって何なのかっていう問いでもあるんですけれども、空気ってないと生きていけない、
で、これを疑似体験すること、仮想現実として体験するっていうことはできるのかもしれないけれど、リアルの空気がないとこれは水と一緒で生きていけないっていう、でそのことをすごく考えています。で、中学校に入ってすぐのことですけれど、もう今から20年以上前ですが、理科の授業で実験をしまして、で1年生の時の気体の単元で酸素を作りましょうっていう話になって、二酸化マンガンにオキシドールを入れるみたいな、なんかビーカーにこう入れていくですね、実験をして、で気体を発生させて、でそれを試験管というか管でつなぎまして水槽につないで、で水蒸気管法っていう、そういうのを使って、で目に見えないけれど透明な何かが試験管に集まっていくっていうのをやりました。でその時理科の先生が星先生っていう先生だったんですけど、誰か酸素を吸ってもいいって言われたの で誰も手を挙げなかったので、手を挙げてできた酸素をですね吸わせてもらったということがありました。なんか思い出すだけでその時のドキドキした感じが蘇ってくるんですが、全然匂いも味もしなくて、でも吸うとなんかこうすっきりするような気がしたようなしなかったような、そんな酸素を作った時のことを覚えております。だから酸素に限らず気体は作れるという。だけれど人間が生きていくために必要な空気をそのバーチャルで吸えるのかっていうのは、多分仮想現実では足りない、なんかそんなことを考えます。あとは話飛ぶんですけれども、人工甘味料ってあって、で砂糖の代わりに甘みはあるけれどカロリーはないみたいな、いろんなものが作られて進化している。だけれど面白いことに人工塩味料っていうのはないのだそうです。塩味ですね、しょっぱいと感じる塩分、それの代わりをどうも人工甘味料のようには作れないと。塩化カリウムで補助はできるんだけれども、それだと苦味が出てしまうから、どうしても塩分ゼロの人工塩味料っていうのは作れないのだそうです。私もよくわからないんですが、そのすでに自然にあるものを作れるのか作れないのか、そんなことを座談会の後に考えていました。ともかく空間を切り取ったり、どういうふうに形を作っていくのかっていうフォルムの問題にもつながっていくのだなと思った次第です。でその時に、お墓の話、つまりもう生きていない人たちのための空間場所って、そういうのをどう考えられるのかっていう実感がありまして、で全く話が変わるんですが、私はジャック・デリダのお墓参りっていうのを昔したことがあります。ちょうど6年前の本当に今頃11月の初めにブルガリアのソフィア大学でシンポジウムといいますかフォーラムを英語とフランス語両方を使って行った後、その時は向こうにはダリン・テネフさんっていう日本語ができる先生がいたので、ほとんど3カ国語イベントだったんですけれども、その後留学中のパリに戻って、で一緒に参加していた一人の人と一緒にデリダのお墓に行こうっていう話になって、でまだ全然街には慣れていなかったんですけれど、パリ郊外に電車を乗り継いで墓地まで自力でたどり着いたということがありました。でもお墓って非常に広いので、どこにデリダのお墓があるのかよくわからないと、でどうしようかなと思っていたら、通りかかりの近所のおじさんみたいな人がすぐにデリダのお墓参りかいって聞いてくれて、でちょっと警戒しながら頷いたら一瞬で案内をしてくれまして、それでお花をあげることができたということを思い出しました。あのおじさんは誰だったのかよくわからないですね。はい、空間についてはずっとまた続いていきますので、何か面白い話がありましたら皆さんもぜひ教えてください。はい、そんな感じで今日はおしまいです。どんどん寒くなってきて、夏の疲れだったりも抜けないまま秋に、そしてこれから冬に突入している人もいると思いますので、どうか皆さんお体にお気をつけてお元気でいてください。それではまた来週11月11日水曜日にお会いしましょう。
EAA の高山がお送りしました。ごきげんよう。